てんねん。え、何食べてんねん。うん、何をつけてんねん歯に。インシェミな、これ何やこの黒いの。うわ、きった。なんか海苔ついてんだよお前。なんか食べたやつやろ。すやな。なんか食べたやつやろって言わなあかんのか俺は。お前な、もうそのなんちゅうのかな、もっと緊張感持て。テレビやねんから一応。いや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 、ピシッとせ、ピシッと。ピシッとしてるやん、お前やんけ。なんかボタン開いてるし。今日のはちゃんとテーマがあんねん。あ、そうです。デカ伝説っていうテーマがある、ね。それ大変やな。腰を上げるぜっていうテーマで今日やってる。まあまあいいですけど、まあいいですけどね。今日の客も大したことない。そんなん言わんのね。あのね、もう本当にね、もう申し訳ないんですけどね、この時期やっぱ一番体に応える時期ですから。うん、まあ本当にもう大変ですわ。特番特番で、今度またこれ多分これのオンエアの時はもう24時間終わってるんですけどね。あ、そう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 、はい、終わってますわ。多分今これオンエアしてる今頃はもう家でだらやってるんでしょうね。やってるんでしょうかね。いやー、なってるでしょうね。きついですわ。どうも臓器がおかしい。なんか異常見られるわけ体に。どうもね、人工肛門の調子が悪いんですよ。お前人工肛門の調子が悪い言うてんのにガンガンつくなよ。やめ。じゃあ行きましょうか。ああ、いいの？もういいんちゃう。客もやる気あれへん。いや、でもこっち見てるし。今日の逆嫌い俺。どういうとこが嫌いなんですか。なんかね、なんていうのかな、ちゃんと見てあげて、ちゃんと見てあげて。みんなこっちもうほら見る気満々や。ほらみんなこっち見てるもん。誤解せんといてね、悪い意味で言うんじゃないねんけど、小汚い。汚いはええわい。小汚い。なんでやねん、汚いより小汚いの方がまだマシやろ。いや、響き響き、小汚い言われたらもうほんま汚いみたいな感じで、お前汚いわって言われたらなんかあーと思うけど、小汚いとか言われたらなんか、お前うんこだらけのやつがうわー歩いてきて、おい小汚いやつ来たでとは言えへんやろ。いや、それはほんとは汚いやつが来たでとも言えへん。なんて言うん。いやいやいや、なんて言うね、言われても。あ、うんこだらけのやつ来たで。うんこだらけのやつ来たでとは言えへんやろ。女だらけの水泳大会。何を言ってんの。こんなこと言うとあれやけどね、はい、こう出てくるでしょ、うん、でね、いつもね、ほら言うても二人でダウンタウンやんか。はいはい、まあ男前担当ブサイク担当ありますけども、はいはい、二人でダウンタウンじゃないですか。まあ、そういう風にしとく。出てきた時にね、そのファンの比率、うん、これがすごくでかいんですよ。どうも今日は違うわ。ここは見たら長いんですよ。ほとんどの視線がこうやっぱ。なんでやねん。お前が喋る時はお前見るやんけ。俺喋る時は俺見るやろうが。違う違う違う、どうも浜田寄りの客なんですよ。だらだらほんなほんな、うん、あれして見たらええ。やっぱ俺もちょっと臓器がおかしなってんだよ。え、何を聞くの。いやいや、だからお前どっち寄りか聞いたらええやろ。お前そんな気にするんやったら、ま、いやもう分かるもん、ほんまに分かるって。嘘。ほんまほんま。何何、オタクどちらのファンですか。あ、一人ずつ聞くんかい。時間かかってしゃあないんだ。目の前まで行って聞いた方がはっきりするやろ。オタク、ちなみに どちらの方。一人目やから。なんで睨むのよ。趣味悪いの。何食べとんねん。あ、何、食べ物によって変わんのかい。なんかだからテーマをくれ俺に。テーマなかったらやっぱあかんねん。テーマ、疲れてる時はやっぱテーマなかったら。好きな食べ物。僕はね、はい、そのもともとあれやわ、海鮮丼屋の人間やから。いや、海鮮丼屋に、ね、そう、なんや海鮮丼屋の人間やから。
もともとええとこの子やから。ああ、ええとこの子やから。ええとこの子やから。食べ物もやっぱりね。食べ物はかなりうるさかったね。ああ、そうですか。一番僕が好きやったんが、ちくわにね。いや、高級志向なんでしょ。ちくわにきゅうりを詰めてる。お前、ベタベタするんやねん。あれ、うまいね。いや、もっとこの庶民が、うん、おっと、うん、やっぱりスター違うなと。違うなと。あのね、僕はまあ今までいろんなとこ行ったよ。俺に言ってんの。中国のね。中国かい。中国の福建省行った時にね。OK。中国の福建省行きやったよ。福建省行った時のね、うん、熊、うん、熊の、はい、片耳の旦那の片耳の旦那それの何、あの福建省の奥に潜む熊の片耳の旦那のうんうんうん、あ、それ種類ね。そう、片耳の旦那の、右手で握ったあのおにぎりがあるさあ、早くごはんもね、時もあります、はい、何笑ってんだよ、こら。よく表彰式で MVP と言いますが、 MVP とは何の略なんでしょうか。ああ、そうやな、全然知らんの。ようやったなっ。意味なく MVP とは言いませんからね。それは確かにそうだ。例えばチャック YKK って言うたって、うん、ちゃんと意味があって YKK。 いや、ちょっと待って、チャック YKK、 いらんこと言うてもた。 YKK っていうのは意味があるわけや。チャックに、それ教えといてや。はいはい、いいですよ、別に聞きたいの、それは。プリーズ。いや、でもこれハガキとは今関係ないこと。いや YKK どういう意味があるんですか。我々の K、 うん、キット我々のキットって何やろ。我々は、あ、若いな。我々は、あ、はいはい、我々は、はい、キット、あ、キット、あ、きっと必ず、必ずね、うん、はいはいはい、きっと必ず、はいはいはい、っていうことですよね。いや、確かに思ってんねんけど。いや、ちゃんと思ってんねんけどもやな。そうでしょ。ああ、そういうことなんですか。いや、まあそれはいいですよ、ほんなら、うん、MVP 教えてくださいよ。 MVP 聞きたい。いや、それはもうめちゃくちゃ聞きたいです。一応君はどう思うんだ。いや、だから俺一番最初に知らん言うてんの。教えてくださいよ。 MVP、はい、みんながいいですね。 MVP、 M がもうみんなが、みんなが、うん、V、 びっくりするぐらい。おお、いいですよ。 P、 ん、 P、 ね、もっぺん復唱してみようよ。考えとくよ。みんながね、すべての人が、すべての人が、みんながね、うん、V、うん、びっくりするぐらい、びっくりするぐらい、うん、P、 P、プールに行こう。違うね、俺こんな言い方じゃねえ。よくうなぎと梅干しは食い合わせが悪いと言いますが、なぜ悪いのですか。なんで悪いのって言うたって、お腹痛なるとか言われるんだけどね。ああ、これはね、食べ物でも何でもね、やっぱりね、うん、人間と同じなんですよね、うんうん、人間と同じ、人間と同じなんです。だから何がどうなるというかね、うん、その例えばですよ、楽屋があったとしますよね、はい、そこにあなたを入れます。はい、あ、まあまあ入れてくださいね。そこにほんならを入れましょう。この状況がうなぎと梅干しを食べた状況。いや、なんかでも楽屋パッと開けたらもう和気あいあいと喋ってますけどね。え、誰が誰が誰が。いや、僕の楽屋にもし入ってきたところ絶対喋ってへんわ、お前。そんなもんどうなるとお前を楽屋一つのとこに入れて閉じ込めたら。
どうなるって別に。結局二人は喧嘩をし合ってぶつかり合ってこんなとこ折れるかいと飛び出していくわけです。いわゆる下痢です。いや今うまく例えたね。どうしてリンスは泡が出ないのですか。知らんやんそんなの。昔さ、はい、今ってリンスってさこうやってこうカーやるやん、はいはいはい、昔なんで洗面器にお湯入れてやったね。なんでや。そんなことはいいんですよ。ごめんなさい。なぜリンスは泡が出ないのですか。メリハリつけてるんですよ。え、何メリハリってなんやねん。もうお前の言い草はもう全部こう漠然としてるな。スパッと縦板に水みたいな答えを言えんのか。お前いつも言えへんやねん。そんな何やねん。もうええねん。いやいや待てよ。そんなしょうもないこと言われたらもう言われへんわ。いやごめん悪かった。俺が悪かったわ。何やねん。なんで泡立てへんのか言えや。ちゃんと思っぺんよお前かい。どうしてリンスは泡が出ないのですか。バブルが弾けたからやね。うわ、 うわ、客は騙せても俺は。浜ちゃんは毎回いろんなファッションで出てきますが、なぜまっちゃんは毎回同じような服装なのですか。お前な、うん、今お前なんかファッションリーダーみたいな顔してるけどな。してないやん。違う、お前気ぃつけなあかんのは、うん、俺ほら俺全然今も昔も変われへんやろ。俺が目指してるのはアンティーク。例えば今一番ファッションの最先端の格好をしたとするでしょ、うん、今はいいですよ、あかっこいい、うん、ね、リードしてるって思うでしょ、うんうん、10年後20年後見た時にもう笑われるんですよ。例えば中村雅俊、うん、あの頃はかっこよかったよ、うん、今考えたらひどいね。内巻きカールですよ。それはもうトータルとして見てるから。杉萩だらけのラッパジーパンに下駄ですよ。いやでもそれはまたでも帰ってきたやんか。ラッパのジーパンこうやって帰ってきたやんか。ギバちゃん言うたって昔はそいやそいや。それは別に恥ずかしない。格好悪いでー。いやそれはそいやって言われたの。誰が今そいや言うたやつ。帰りましょうか。はい。何昔とね。一つだけいいですか。あどうぞ。あなた浜田君のどこが好き。ええわ。今のでじゃーん。おいや。このかロール流れててどこが好きなんですか。ドカーンじゃーんで終わった。まあ一応聞いてみましょうよ。あいいですよ。うん。どういうところが。どういうこと。え全部全部。まあ俺ぐらい二重になるとね。Ladies and gentlemen。なんか今日客席が全体的に前じゃないですか。いや僕らはちょっと前っていうか全体的に前ですよね。あそう今日下がってごめん。後ろから順番にちょっとずつ。あんま近くで見たないからね。ツバ飛ぶしな。いやこれはお前マーティン・セント・ジェームスの距離やぞお前。起きたてでね、まだ頭起きたてってお前そばガーガー食ってたよね。今まあ7時ぐらいでしょ。そうですよ。僕起きたん5時ぐらいですからまだ2時間ぐらいしか経ってないのに。夕方5時ぐらい起きた。ええ、あそう今だって誰が今だよ。誰も今だなんて一言もナッシングよ今。今言うた。あそうですか。ちょっと起きたてたんでね、まあまあ。いやそばガー食ってたやんけ。そば食うたら起きたてちゃうんか。そば食ういうことはお前その間ここ道中運転もしてるし橋も割ってる。起きてそばすぐ食うてよ。お前起きたててそば食うとるやないかって。何や。いやいやもう体は動いてるわな。もう歩いてきてるやん。歩いてきてないよ。歩いてきたやん。車で来てるよ。お前カオスボタンみたいなこと言うなよ。
お前ら知ってんのかハウスボタン。地下いいよねお前ら。だから車で来たけど歩いて上上がってきたよ。ガーン、ガーン。なんで引くの、なんで引くねん。叫びや叫び。車降りて歩いて上上がってきてるやん。うるさい、わけわからんこと言うなよ。お前やないか。お前やんけ。歩いてきてるがな、ちゃんと歩いてるがな。お前俺がちゃんと歩いてるかどうか見た。お前な、生放送で一回この番組やってみ。言われへんことばっかりやないか。怖いわもう。なんかもう、そうそう、昨日でもだからなんかこれ裏番組をぶっ飛ばせ。生でやってました。生でやってたらもう怖いわ。お前は何を言うかわからんから。俺全然怖ないよ。いやいや、お前怖くない。俺何にも言ってないよ。お前ら裸族とか言うたら。裸族別にええやないか。あのね、こうね、テレビ業界人がね、すぐすごくね、そういうのにね、そういつもピリピリしてる。放送コードは気をつけなあかんっていうのが常に頭にあるから。例えばお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、家族、うん、それは聞き間違いや。違うね、ラ族って僕言いましたよ。家族、うん、ただ服を脱ぐ、うん、ラ族。服を脱ぐラ族ではまたイコールになってないよ。家族でみんなで温泉行く、うん、もうその時点でラ族。違う、行く道中は服着てる。そう、そこは家族です。違う。お前そんな、お前そんなあんかい。ラ族は行く道中も裸やで。いやいや、違う。お前が言うてんのは行く道中は家族で、風呂入るときはラ族って、そりゃおかしいやん。そりゃただ普通のファミリーやないか。違う、アホか。しかもお前が本番中になんか、なんや、みんな女の子がガー脱ぎ出したらサラサーティも取れよとか言うやろ。あんなこと言うとあかん。あんなね、待て、あれはな、俺はかぶしただけやで。俺は CM 中言うただけや。CM 中でも本番でも構え、サラサーティ言うとあかんのか。あかんわそんなもん。コマーシャルガンガン言うてるやんけ。言うてるやんか。あれはかまへんやんか。お前な、おいらはええよ、もうそんなもんええ大人やからね。普通に家族で見てて、この場合家族ですよ。家族で見てて、小学生ぐらいの花も恥じらうお年頃、16、17の家族で、ああ面白いな言うてる時にサラサーティも取れって言われたらごっつ嫌やねん。ああ、なんか嫌なんですよ、家族のおとんおかんの前でそんなこと言われたら。空気がちょっと変わる。空気が変わんねん。その辺考えろっちゅうてんねん。もっと言うてるわ、お前は。なんか言うてる。言うてない、言うてない。そんな一切言うてないよ。パンツ脱げとか言うた、お前は。あ、パンツ脱げは言いましたよ。そんなことダメ言っちゃ。なんでやねんな、パンツ脱げって。いやいや、一応野球拳やってんねやから、そんな靴下脱ぐんやったらパンツ脱げっていう勢いじゃないですか。だから俺は生放送でもガンガン出れるけど、お前生放送出られへん。そんなことない、そんなことない。怖いもん。全然怖ないよ。編集って怖いで。全然話変わるけど。いや全然変わる。腹立ってね、編集は魔物です。あ、そうなの。なんで栄養に転がる時もあるじゃない。いやいやいや、あのね、人のキャラクターを変えるんですよ、編集。アキサイめちゃめちゃええで、あれ編集。うん、あのね、こうね、うちわで話してガッツカって笑ったりすることもあるやんか、うんうん、そんなんも勝手に撮っとるんですよ ね、 すね。で俺がガッツ笑ってるのをキープしとるわけですよ、そこの部分だけを。ほいでね、分かった分かった。誰とは言わんけどね、しょうもないことしょうもないことを言うたやつがいるんです。笑えもせんようなことを。そいつがそれを言うた後に俺のこれを差し加えてやろう。おかしいっちゅうな、現場ではこれが実際ですよ。これが実際なんですよ。それじゃあちょっと待って、それはどこを見てんの。いやいや、なんか他のとこ見てたんですよ、僕。うわー、すごいなー、うん、ほんでオンエア見たら勘弁してくれよ。それはもうすごい悪い。あれは汚いって。
なんで俺の今まで築き上げてきたものをあの編集で変えてんねやからな。それはもう編集ではこっちへ持ってこられてる。それをうまいことちょんちょんって切ってやんねん。これをこっちの方のここちょんって切ってこうキャッて開けてここにキャッて入れる。しかもそこへ入れんでもええがな。そこへ入れんでもええがな。まあでも普通一般見てる人は自然に見えるわけですよ。あれがそうだ。そうやで、ほんま怖いで。でも盛り上がってなかったも盛り上がってるようにも見えるから。そうそう、大体ね、俺何が嫌いでね、番組で、うん、卑怯な手っていっぱいあるやんか。何例えばどういうこと。そうですね、動物出したりとか、はいはいはい、あと食べ物、温泉ね、子供、うん、ああいうの卑怯やろ、うん、でもね、何が一番卑怯か、それ以外で卑怯がありますか。あるよ。何があるの。ぬいぐるみ。ちょっとでもガキ心をくすぐろうとしたの。でも自分でぬいぐるみ着たいっていうのは。それはええねん。それはいいんですね。それはええねん。それはいいんですね。それはええよ。だって顔出とるがなお前。でもそれは逆に今言うたら何や、子供の心をちょっと引きつけようと本人でしてるっていう。人にやらさんと我がでやっとるやないかみたいな。そういう気持ちってないですか。お前が、俺が例えばなんか番組でコントで犬の格好ぬいぐるみするやろ、はい、顔出とるやろ、はい、これを見た時に子供が犬とは誰も思えへんねん。松本やって分かっとるかな。まあでもそんな顔出してんやったら別に普通にちゃんと犬にしたいの。ちょっとかわいこぶって鼻明かしたりとかちょっとしてるじゃないですか。ねえ、そんなもんちょっと異性意識したりする目が。それはまああんまり変わらない。俺がいつ異性意識してる。ああツヤ性的じゃないですか。野生が耳くそ取んのかい。いや今さらこうやってふうってほんまに。ああそうですか。ほんまちゃんとしてくれんと。ああそれ何のポーズですか。やるせない。ああやるせないポーズ。なんかムカつくなお前さ。何やねんこれ。なんだこれがムカつくんかい。あすいませんすいません。いや話人に話聞くのにこんな態度。いや全然僕ビクトリーもしない。あビクトリー全然僕ビクトリーもしてる。分かってくれたんたい。もういいです。はがきください。はいはがきどうぞ。犬はなぜいつもハーハー言っているのですか。ただもうこれもうベロベロなるぐらい、うん、ハーハー言ってませ ん、まずねやっぱり犬は僕は生きているんだ。僕は今生きているんだ。友達なんだ。いや友達はいらんっていうことを前へ出したいわけですよやっぱりね。前好きや な出したいわけです。その時に何か言葉を発せないかんだよ。いやそれはワンでいいんじゃないの。いつもワンワンワン見てられないでしょ。だから何かこうちょっとしたね、ワン以外に僕は生きてますよ、僕は呼吸してますよ以外考えんでも。そう考えた時に補充音で考えた時に歯しかやっぱりないんですよ。もう何やねんって言われるじゃん。もうそうなったら喋ってるやん。もうほんならベラベラでええやん。なあちょっとしんどいねんとかね、おかしいでしょ、うん、やっぱ歯しかないんですよ。あー喋ってるよかって言われるからもうそれ人間やん。そうなったらね、歯みたいな扱ってあるはずやろそんなお前。どんなんだろう。腰押さえるなよ。腰押さえるから大丈夫かってなんねん。ただにあー言うぐらいやったらお前いけへんわな誰も。もう言葉やもんどう考えたって。おーいやだからおーってこうするからおかしいねん。こうするから怖いねん。そんなにおったらおー言ってたらだから考えたんです。犬もいろいろ考えたんです。いろいろやってみたんです。ああそしてやっぱ歯が一番ええなと落ち着いたわけですよ。新聞紙の上下の部分がギザギザになっているのはどうしてですか。ギザギザ新聞紙はギザギザになってますね、はい、
上と下。新聞紙以外で用途があるっていうこと？その後に上下で。新聞紙以外に用途があるって何？ちゃんと話聞いたら分かることやないか。分からん。なあ、分からん。そんな急にアホ顔なっても分からん。人の話ちゃんと聞いときゃ分かる話やがな。何が？なんかムカつくなそれ。これがムカつく。それがムカつく。これちょっとやめてくれ。これがムカつく。これなんかやなんか腹立つ。ああ読んでる最中に意味があるってこと。あんねんうるさいなしつこいな。ちゃんとね。俺の仕事やないかよ。それも分かって言うとんねん。あれ。おかしいな。読んでる最中にあるんですか。あなた電車とかで、はい、何ですか。電車とかで新聞読んだことありますか。結構こうやってやりながら。そうですよね。見ますよ。でね、あれ見てるとね、どうしてもね、新聞持ってないやつはね、盗み見しようとするんですよ。出しますね。しますね。で、あっこにギザギザついてることによって、それ以上近寄ったら危険やで。森のクマさんで、なぜクマさんはお嬢さんにお逃げなさいと言ったんですか。お逃げなさいと言ってすぐ後にイヤリングを拾ってお嬢さんを追いかけるんですが、あれクマさんはお嬢さんに会った途端お逃げなさいと言ったんでしょう。あのね、お嬢さんお逃げなさいとか知ってるんですけど、その前に何かがあるはずですよ。じゃないとお逃げなさいって言わないでしょ。ある日森の中クマさんに出会ったでしょ。花咲く森の道クマさんに出会った。これはいいんですよ。はいはいはい。クマさんの言うことに、お嬢さんお逃げなさい。やっぱおかしい。いや違う、それが2番かどうか言うもんね。それが3番かも分かれへんやん。間になんかなかったらお逃げなさいって言えへんやろ。いやでもそれは違うやろ。2番からいきなりある日森の中はないやろ。違う違う、それが1番でお逃げなさいが3番やったとしたら2番になんかがあるはずや。え、それは何、ごっちゃになってるってことなんか。何がごっちゃになってるねん。え、何何何、2番が、うん、君誰や。僕はこれ本当にボケでもギャグでも何でもなく、子供の時はクマさんはクマなわけですよ、うん、でちょっと人間の心持ってるけど所詮クマなんですよ、うん、だから早く逃げな、俺食ってまうで、俺お前を食べてしまうかもしれんから。そんなでも深い歌かな。ある日森の中クマさんに出会ったでしょ、うん、花咲く森の道クマさんに出会った、ここまで追うてんねんな。ほいで、え、ところがクマさんは後からついてくるような、それはイヤリングを持っていくってことか。クマさんの言うことにはお嬢さんお逃げなさい、スタコラサッサッサッスタコラサッサッサッ、このスタコラサッサッサのさは誰がスタコラサッサッ。それは多分お嬢さんでしょ。お嬢さんや言うてんのにスタコラサッサっていう逃げ方さすいうのもちょっとおかしいけどな。お待ちなさい、お嬢さんお待ちなさい、何と落とし物、白い貝殻の小さなイヤリング、あらクマさんありがとう、お礼に歌いましょう。自意識過剰だよこの女な。お礼に歌いましょうってお前の歌なんぼのもんや。あのね、この手の歌はね全部おかしいんですよ。なんか辻褄えへんな。どんぐりコロコロもおかしいでしょ。どんぐりコロコロどんぐりこう池にはまってさ大変なんですよ。なのに土壌が出てきてこんにちは大変や言うてんの。助けたれ。おかしいでしょ。あとあのドレミの歌もなんかねちょっとおかしいのあったんですよね。ドーはドーナツの、レイはレモンのレイ、ミ、うん、はみんなのミ、ファはファイトでファ、ソは青い空、ファソは青い空って、あーやん。違うね、2番かなんかおかしい、ね、どんな時にも列を組んでみんな楽しくファイト持って空を仰いでラララララ。ムーミンパパはなぜ服を着ないでシルクハットをかぶっているんですか。え、でもみんな服着てないんちゃうんですか。着てます。あのノンノンのお兄さんは着てますね。どうしてな。
や、なんで、もともとあいつら別に何も金でもええんですよ。っていうかね、もう簡単な話なんですよ、あのシルクハットかぶらんとね、ムーミンと区別がつかないのあと、これ持っとかなっていうかね、昔お父さんもシルクハットかぶってなかったんですよ、うん、お母さんが、よー、ムーミンと親父と間違うって言うんですよムーミンよ、求められたりしたもんなんでね、わかるやんお父さん、バカ子やで。お父さん、ぼちぼち、こんばんって言われて。僕、ムーミンだよ。今日一回、はい、このガキの普通のオンエアは一回なかったんですよ。なかった。2週間ぶりですけど。そういうことね。2週間空くと、なんかあれやね、なんかリフレッシュされますね。そうですか。はいはい。で、まあ、この改変時期っていうのもあるんますから、はは、なんかこう気持ちがこう切り替えられますね。ああ、そう。なんかもうこれからまた前とは違う俺を見せれるなっていうそれはもう前から言うてるけどね、別に改変やからじゃなしに、うん、あのね、もうね、うん、今年 あの去年の暮れかな、今年の頭かな、うん、松本はこれからもう2倍返しの松本で行く、なんか言うてたこともあった、ね、今までの全て倍、うん、3倍え3倍3倍3倍でいきますよ。だから鼻毛もそんな出てんの鼻毛出てますか。はい、そうです、はい、うん、だから、はいはい、納得です。いや、今の俺が、いや、そこがまた違うんですよ。今は鼻毛出てるわけです。わかりますか。出てる、僕言いましたね。昔の俺はもっと弱かった、うん、鼻毛に出られてたんです。あ、なるほど、鼻毛の一種としてやられてた。鼻毛に飲まれてたんですよ。今までは。これからはもう違う。それは何？出してるわけ？出してるんです。こんな自分の意思になってるわけ。ゲップすんな、喋ってる時。こんな自分のコップ振ってくかって。コップを言うとるやん。ね、前に東京は出前が遅いという話をかなり前にした記憶があるんです。うん、なるほど。ね、ありましたね。もうほんまに遅いとこ俺見つけたのよ。遅い、びっくりすんで。いや、まあ前のとこと一緒のとこやねんけどね、ほんまにひどいねん。ああ、そう。あのね、前の話を一回振り返らせていただきますとね、うんうんうん、前はね、僕電話して、うん、天丼かなんか頼んだよ、うん、1時間待っても来えへんかった、はいはいはい、ほんで電話して、うん、ね、うん、普通こんなん来えへんかって電話したら、あ、もう今出ましたからとか、うん、嘘でも言うじゃないですか。言いますね。僕謝ってくれると思って電話したんです、うん、もう1時間待ってんねんけど、うん、今あげてますよまだ出てもせんかった。まだ出てもせん。まだ上げてたんだ。親父まだ今上げてたんや。それでこのボケー言うて切れた記憶があった。はいはいはい。ほいで、その時はそれで我慢して、まあ、あれからね、かれこれ2年ぐらい経ちました。はあ、それから一回も頼めんかった。頼めんかった。昨日電話したんです。これ忘れもせん。11時、45分。どっちの昼の11時45分、うん、ほんでちょうど15分ぐらいで来て、うん、まあ真っ昼魔王でも見ながら食べようかなと思ってね、見た、見ながら思ってたの、うん、12時半、12時半なっても来ない、うん、おー、これどうです皆さん、前の奥さんどうですか。誰やろ奥さんに、どう見てもお姉ちゃん45分ってもうちょっとおかしいやろ。まあでも昼時やからっていうのは一瞬考えたった。いやまあまあ言うても昼時やと、店も忙しいやろ、出前も多いやろと、あ、まあそれ考慮して45分はまあまあ我慢しよう。違うね、俺が腹立つのは出前を後回しにしてないかっていう問題なんですよ。普通食いに行って45分テーブルで待たされることなんかないでしょ。まあまあまあ、ね、ということはやつらは、うん、出前を後回しにしていった結果が45分なんです。まあ、それもあるかもわからんよね。45分前、うん、どうしたのかしら、うん、真っ昼間終わりかけ、うん、君にしたら見ながら食いたかった。見ながら食いたかった。それはもうただ今見たままや。そう、それでもう10分待ちました、うん、もういかんと、うん、めちゃめちゃ腹減ってますよ。そりゃそうや、もうめちゃめちゃですよ、うん、ブーブー、もう警報鳴ってる。警報鳴ってますよ、うん、これはいかんと、何、うん、カツ入れたらないかんと。あ、また入れるか電話して、もう言うても前の俺とは違うよ、うん、もう大人やから。そりゃそんな怒鳴れへん、怒鳴れへんから、うん、ちょっとすんません、
すんません、ほんまに2時間かけますわ。どうなんですか、さっきの天丼の松本ですけれども。はいはいはい、そりゃそうや、それ言うとかな。どうなんですか、これ、うん、僕もう1時間近く待ってます。はいはいはい、ね、うん、で僕も出なあかんのです、うん、仕事で。仕事やと。10分以内に来てくださいって言うたの、うん、ほんならおばんが、ああちょっと待ってくださいね。でおっさんになんか変わって、うん、はい、お電話変わりました、うん、あと10分後来てくれますか。無理だね。嘘。嘘。それはね、それは言う。渋谷区に。嘘。こだましましたよ。出てるよなんか。おかしいやろ。断られたんやで俺。それあ、ほな昨日の場合はもう食えずじまいなの。食えずだって無理だね言われたんやから。江戸っ子でさ、向こうは無理だね。ちゃうとこ頼めよもう。こんなことが許されていいのかね。でもだから東京ってでもそういうとこやって、俺が前にも言った寿司屋もそうやって、結局家分からへんって店帰っとんねやから、家帰ってきてたんだ店に。はいはいとか。それおかしいやろ。いや、ね、家分かれへんかったからって。何をお前とこ店燃やしたのかみたいな。そりゃ寿司屋生もんやから燃やされたらかなんもん。その辺考えとるわけや。でもね、君がフォローに回るの。いやでもね、ほんまにそうやねんって。だってね、俺この間でもちょっと近所で食うたら結構うまかった、うん、すいません、メニュー、あの、うん、出前もこれからお近づき、うんうん、まあそういう意味でね、ね、うん、これが一つよろしく、うんうん、まあいや握手してる、握手の手を出してる状態ですよ。メニューっていうことはね、ないです。パーンって弾かれた。今切らしてまんねんと。言うても俺ですよ。いや誰。じゃあ待って。いやほんまだから一回俺この番組の企画でやったろかな思うね。日本一、何分で来るとか。日本一あの出前の遅い店で、そこほんまちょっとスポット当てたろよほんま。さあ、私今ね、うん、まあ僕いろいろな研究するんですけど、はいはいはい、何でしょうかね、遺伝子工学。ほう、俺はまた難しいこと言うね。例えば、うん、兄弟、うん、女兄弟、うん、ね、うん、お姉ちゃんと妹っていうものがいた場合、うん、これはもう必ずと言っていいほど姉ちゃんの方が可愛いですね。いやでもそれ逆のパターンもあるやろ。ない。これは間違いないです。そうかな。ところがこれ不思議なことに、男兄弟2人は、うん、兄ちゃんの方がブサイクなんです。ね、それは何、自分のことを言いたいわけ。いやいやいや、なんか自分やらしなったな。違う違う。いやでもほんまそうやって。もうええ、顔の話はもうええ、顔の話はどうやねんか。こんなもん挨拶代わりのちょっとしたジャブやから。そうなの。不良を真面目な話しようか。例えば姉ちゃんがめちゃめちゃ不良やった時に、はいはい、次のやつはめちゃめちゃ真面目になります。それお前とこの家やん。それたたみ違うねん。お前とこの家計を考えた場合やないか。お前とこ姉ちゃんがって不良で兄ちゃん真面目やん言うのや。一緒やんそれ。違うねんって、もうお前はアホやな。なんでやねんな。皆さん頭の中でちょっと身内の人間ちょっと考えてみてください。それは当てはまれへんわ、そんなもん。当てはまります。そんなことない。俺はお前とこ知ってるから言い切れるやんけ。そんな違うっていうのは、お前とこだけやっていうのは。しゃあけどな、お前。いや何そうだよ。このまま混んでもええじゃん。お菓子、お菓子にも同じことが言う。お菓子、ハッピーターン。一個めちゃめちゃ塩効いてるやつ。うん、変わりますね。どうなんやこれは。はいはい、もうええ感じに塩加減。そう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 、うん、もう一つ食うたら大したことないと、うん、そ
それなんです、まさにそれなんです。結局ここへたどり着いたんだね。それは最初にお前が言った遺伝っていうことには全然関係ないけどな。いやん、バネたん。これ知ってるか。何何、これあのね、夫婦がいるでしょ、はいはい、親父が親父に似た方、女の子は親父に似た方が可愛いんですよね。あ、そうなんや。うん、うん、で男の子は、うん、お母さんに似た方がいい、男前なんです。これはもう間違いないもうルールですよ。あ、そうなんや、うん、お前親父に似てるやんか。お前親父に似てるな。親父に似てる な, 似てるな。そういうことです。いや、なんで俺はお前ダフしてんの。俺も親父似てんじゃん。俺めちゃめちゃおかん似てる。めちゃめちゃおかん似てよ。親父俺とやろうとしたんやから間違えて。あきこや思て。あきこや思て。やめてや、僕やで。ひとしやから。それぐらい親父は間違えてん。そうそう、俺がロングヘアの頃や。そんなんやないないやない。マッチョか。はい、はい、若いうちに苦労は勝ったでもしろと言いますが、どこで安く手に入りますか。あ、苦労はほんました方がいいですよね。そうね、うん、お前苦労してないもんな。なんてやねん。してないやんか。だしてるがな。どんな、どういう苦労はしてない。どんな苦労をしてんねん。だからどういう苦労した。何が苦労やねん。お前はどういう苦労した。お前はどういう苦労やねん。俺もいっぱい苦労してますよ。だからどういう苦労を苦労思ってんの。お前はお前の頭ではどういうのが苦労や思ってんの。ん、辛いカレーを食べたり。我がで食べたんでしょ。お前の苦労はどんな苦労やったんや。ほんならそのお前なんや、電車賃もない、鼻くそしんない、電車賃もないのに。お前も一緒やったかな、うん、お前南から浜まで歩いて帰らなあかんぐらい金がない時代とかっていうことが苦労っていうことでしょうが。交通費もないのにっていう。それやったら辛いカレーの方が苦労だ。それはお前が好きで食ったんやろ。苦労ちゃうがな、そんな。違う、俺が言いたいのは後々何に役立っているかということが僕の言う苦労ね。だからお前が歩いて電車がなくなった、お金がないから歩いて帰った、これを一体何に役立つねん。お金があったらタクシー乗って帰れるがな。よし、金貯めるぞ、金儲けるように頑張るぞ、思うじゃないですか。まあまあ急に考えた割にはマシな方や。いや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 、その話したら大体そういう話やろ。辛いカレー食うてみ、うん、頑張るぞ。何を頑張んねん。何を頑張ん。水が欲しい。いや、それは道理や、わかるよ。水欲しいぞ、うん、水が欲しいと願うこと、うん、これすなわち芸能界。言うなお前。しゃあないからそら。出とんのかなお前。それはどうして太陽を見るとくしゃみが出るのですか。え、これね、僕知らない。違う違う違う、くしゃみ出そうになったら太陽見るやん。らしいわ。ライト見るで、ライト。らしいな。え、見ないの。見よ。どうやってくしゃみするの、出そうになったら。自然に任すの。自然に任してるよ。あ、そうなんや、ええ、せえへんのやったら何でか分かれへんわな。いや、分かりますよ、それ。分かりはんねや。そう、分かります。せえへんけど、このハガキを見て、あ、そうなんっていうことを分かった時点で、うん、あ、これはこれはこうなるからこうなんねんなっていうのは分かる。ちょっと聞かせてくれる。太陽を見るでしょ、うん、太陽っていうのはすごく熱いですよ。うん、暑そうやなと思うわけですよ。あ、もうその時点で違うような気するな。あの暑い太陽に比べたら俺なんて寒いなぁ。イエッキデッドボールになった時よく乱闘になります、プロ野球の試合。おう、ボールを当てられたバッターが走ってくる間にピッチャーはなぜ逃げないのですか。いや、なんかかっこ悪いやん、走ってきたからって逃げるっちゅうのも。お前野球のこと結構好きっぽいし、野球野球みたいなこと言うてるけど、好きっぽい。あんまり野球のルール知らんね。なんでですか。今まで分かった。あ、今知りません、うん、
ルールなんかあるんですか、ああいう時に。ありますよ。あれバー走ってきて何で逃げへんかっていうのは、あれを走ってきた黒人とかあんな走ってきますよね、うん、あれを取ったら完全にアウトなんです。弾じゃないねんね。本人掴んだら、本人掴んだらもうチェンジですよ。これは見たことないな。オールチェンジ。それ意味が分からない。チェンジまでは分かったけど、オールチェンジってなったらまだこれ意味が違ってくるから。もう全部がチェンジなんですよ。うん、だから全部がチェンジって どこまでがそうなのか意味が分からない。そいつの人生全てがチェンジなんです。それは言い過ぎや。でもお前ベンチから走って止めてるじゃないですか。そうだからオールチェンジになったら困るから。でも間違いなく一回表でも終わってまうねんで、もうあれ掴まれたら。なるほど、オールチェンジ。それは誰が言うの。主審よ主審。もうぐるぐるぐるオールチェンジ言われたらもう終わりですから、もう国帰らないといけない。オールチェンジって国帰ることない。でもほんだらガー言ってるときは主審はある程度準備してるわけ。もちろんもちろんもちろん。もうこれ久しぶりのオールチェンジだなと思うんですよ。主審もほんなら見とかなあかんね、ああいう時は。おっさんらこう、そう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 ね。ああこれはすごいことになりますから。過去ないんです。過去ないです。あ一回だけ。ほんまかい。太平洋全然違う。太平洋ってパ・リーグですよ。太平洋太平洋太平洋って今ないでしょ。今の西部ですよ。今の西部なんですよこれが。あ太平洋が一回オール今の太平洋が一回オールチェンジになってしまって、でどうしよういうことになってで西部になったんです。太平洋クラブライオンズって名前。クラブライオンズ、そう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 。その前はクラウンライターライオンズ。そう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 。あ2回やってんねん。その前は西鉄ライオンズ。ああ3回もオールチェンジやってるんです。セーブは3回やってるんですか、はい、で今のもう無理ですよ今度やったら。え、なんで回数決まってる。もうセーブの名前は使えないですから絶対。あ、そうか、そういう意味ね。もう東波と別に構えんわ。セーブやろうが東波とやろうが。東波とオールレイオンズ。今日はまたふかふかしてるね君は。ファーファーやね君は。あったかそうでしょ。あったかそうですね。最近寒くなってきました。ああなるほどね。やっぱり芸人おしゃれしないからね。あそう、いろんなとこおしゃれ気使って。まあそらそうやらんと。だからやっぱ見られる商売やから。そうそう。それでだんだんやっぱ垢抜けするわけ。なるほど、それは考えられる、ね、もっさいな。僕ね、あの何やったかな、またちょっと雑誌になんか書いてたな、君まだおしゃれな芸能人のなんかベスト5かなんかに入ってましたな。君入ってたで。何？天才やと思うタレント、うん、僕もあの中国から来ました。なんでやねん。いいですね、おしゃれでね。なんでやねんな。どうじゃあだから俺は、うん、用意されたもんを着てるだけであって。用意されたもん、なんでやねん。誰が外人訛りになってんの。でもな、例えば今日の見たって別におしゃれやとは思えんけどな。別にそんな。こんなん俺小学校の時よう親戚が段ボールに入れて送ってきたで。こんなんでもあそんなん嫌や言うてたような服やで。こんなもんいや悪いけど。いやそれはわかる。そうやろ。それはよくわかるよ。俺だってそうや。その当時やったらこんなん着いひんよ。もうなんかこの間見たけどパンツ出しとんで。あ、そう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 。なあ、うん。トランクスここまで出して。そう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 。ズボンこう下げて。はい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 。あれええんか。あれがなんか。あれでもその写真ではこうやって撮ってた。あんなもん。パンツ出てんねんで。何がデンなのか悪なのか何がボンタン飴なのかグミなのか。それは分かるやん。それは分かるやん。グミもボンタン飴グミやん。
似てるけどそれは分かるならどう考えたらお前さっきの間違ってるよ。やっぱりね、男は、まあ、女はともかく男は中身ですよ。どういうことやん、中身を鍛える。例えばそうですね、やっぱり暇な時とかアウトドアで、そのなんていうのかな、だからお前はずっと家の中おるやんけ。いやいやいや、僕はもう今何回言ったらもう外へ外へ行ってますから。行ってないよ。いやいやいや、そんなテント張るようなことせえへんよ。そんな、ああ、小学校から俺のことを知ってると思ってるか知らんけど、お前は俺のことを知ってるようで俺のこと何も知らんわけ。いや知りたないって言う。いやいや、ほんまお前は俺の電話番号もごっつ教えてほしいやん。いやいやいや、絶対いらん。絶対いらん。いやいや、声きたい聞きたいと思ってるはず。いや、なんで。そんなのはもう分かっとんねん。お前と俺は家厳しいから教えてねん。お前とこの実家の電話番号は、帽子飛ぶほど取ってた。お前とこの実家の電話番号は知ってるよ。いや、そりゃそうや、当然小学校取れてんねん。ねえ、電話番号知ってるから折れてんの。お前な、もうそんな、いや、みんな、ちょっと待って、もう照れんでええから。なんでやねん。あのな、ぶっちゃけた話を。ちょっと待って、ぶっちゃけた話、ちょっと待ってて。いや、ほんまやねん。いやいやいや、いや、ぶっちゃけた話を。いや、ちょっと待って、ちょっと待ってて。いや、違う違う。違う違う、聞いて聞いて。何やねん、こっち知りたいんだろ。え。いやいや、ほんまよ。違う、コンビとかグループってね、ほんま知らんのよ。そうそうそう。いや、マジマジ。普通はそうなんですよ。ただ、彼は。違うやろ。普通はって。こっち知りたがるから。知りたがってないやないかい。いやいや、そうなんかあるんですよ、やっぱり。いやいや、ただ僕はほんま家厳しいし。そんなお前には教えられへんから。いやいや、それはもうできへんから。いやいやいや。いやほんま、いやいや、俺、あ、もしあれなら全然全然全然ベルでよかったら。いやいやいや、なんで俺がいちいちお前のベル鳴らしてかかってくんの待たなあかんの。今ほんまのこと言っとった方がもうこれで二度と聞かれへんかも分からへん。もう俺を捕まえられへんかも。いいいいいい、どんなちゅうかね、気ぃ使わんといて。あ、そう、うん、どこ住んではんの今。ほらな、知らんもん、どこ住んではんの。そう言いながらちょっとずつ気ぃ使わん。違うがな。いやもうそ、証明したいからどこ住んではんの。いやもうそれはもう今それは言われへん。いやいや、まあええよ。それただ頭は3っていうことだけな。今じゃドキッとしたやろ。あ、3や。早口で言おうか。3って聞いただけで別に何でドキッとするの。いや、お前だから俺のこと知ってるようで何も知らんっちゅうて言う話です。ああ、最初はね。最近こっち料理に凝ってんの知ってる。あ、そうなんや。もうこれはもうすごいんですよ。ひとしのワンパクカレー。それ何、もうすっごい走り回って作ってんの。お前はアホ王か。入ってるもんが、具が。何が入ってんの。あ、もうすごいですよ。いやいや、ええから何が入ってんの。まず、ね、まずバンドエイド。あ、バンドエイドな、マキロン。マキロン、ビー玉とかね。いいな。まあまあ、ばっかり。最近何かありましたかね。この間あの車のクラクションずっと鳴りっぱなしでね、止まれへんようになって思って。え、嘘やん。こうなんか待ってくれてるからさ、うん、ありがとうって意味でプッと鳴らして行くじゃないですか。待ってくれてて、プッ、ブーン。普通あれやで、お前が、あの車っていうのはね、人間と同じ考え方なんですよ。例えばワイパーっていうのは、あれは何かっていうと手なんですね。あ、これで払うっていうことですか。そうそうそう、涙が出た時にこう手でこうするでしょ。あれがワイパーなんですね。でパッシングってあるでしょ、前のやつがとろかったりした時にこうやったらライトがこう、これはあーってことなんですよ。でこう譲ってくれた時にプッて鳴らすのはどうもっていう、どうもプッなんですよ。まあそれはわかりますよ。あなたがやったのは
どうもこの度はありがとうございます。私はですね、ずーっと喋ってずーっと、いやいやこの度は本当にどうも。最近寒くなったよね。寒くなったね。ちょっと一人寝が寂しいね。ええ、ほんまにほんま、あ、僕っていうかまあ一人でしか寝ないんですけど。せやもんな、お前終わったらもう早く帰るねって寝るときは一人やもん。何が終わったら。何が言いな、そんな言わんでも分かるわな。はあ、平子くんちゃうんか。違うよ、俺平子くんやめて待ってたったのに。違うよ、腰痛い時あるやん。ああ、ね、あ、行きましょうか。はい、出してください。今こんなポーズしたら背骨おかしなった。何？いや、なんもない。そう、後ろ帽子入れてんの見せたかったやろ、それぐるっと。こうやって喋ってたらずっと見えてるやんけ。マサトシのいろんな角度をご堪能あれでございますか。これね、ちょっと、いや俺よな、顔見知りの方から。あ、そうですか、はい。ペンネーム笑いの4番打者山崎芳生さんからいただきます。松本さんにお願いがあります。この詩に曲をつけてください。いいですか。題名クリスタルな夜。これ詩つけてください。挨拶から始まった一人よがりの恋だけど、一人でゲームをする気はないの。もっと恋でよ、あ、恋でよか、もっと恋でよ、早くスピード。まあまあまあ、私はかなりいろんな曲書いてきましたよ。あ、曲っていうか、まあ、うん、そう。あ、そうなんですか。作曲はいろいろしましたよ、僕。うん、何ぼでもいい。だから僕がやることは、まあ、ピアノは今日ないんであれなんですけど。いつもどうやって作ってんの。あのね、何を言うとんの。何真剣に、あのねって。まずあなたから。いや、あなたこういう才能ない。全然ないですよ。まあまあまあ、素人がどの程度のもんかっていう。ラブソングやからな、もうこの時点でもう違うから。いや、僕は演歌系統です。あ、いいですよ。あ、どうぞ。挨拶からちゃうな。挨拶から。あ、ちょっとあの渋垣隊っぽいね。オッケーオッケーオッケー。渋垣隊の新しいね。あ、いきましょう。あい挨拶から始まった。変えとるかな。勘弁します。誰があい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 。どういう感じ。バラード。いや、どんな感じにしてほしいんです か。 だからシャンソンで言ってください。シャンソンね、はい。あ、シャンソン、はい。あ、渋いとこつきますね。 あ、 ありがとうございます。あ、シャンソンね、はい。何を言うてんの。詩がわからない。まあ、カッコはええわ。ねんねんねん。殺すぞ。おい、死にたいか。ほんなもう普通にあのちょっとバラード調に。はい。挨拶が、あ、ちゃうな。挨拶から。お前さ、ドラゴンボールやないか。パクリンなし、パクリンは。マジでいきますよ、はい。挨拶から。ちょ、待て。それ、私鉄遠征。ちょっとお前、司会ちゃんとやって、クリスタルな夜の。名前は、ね、神園シロ。誰やん。もうシロ言う段階で歌手ちゃうわ。上園シロ四男。
前にはかなり大ヒット曲2曲ぐらい飛ばしてますから。あ、すごい人なんや。そうそうそう、メギツネの女。知らんわもう。何やメギツネの女。これこれがすんごい売れたんですよ。ああミリオンセラーになって。メギツネの女っていうタイトルがあって、副題がそのヘイメロっていう。わけわかんないよ。助けてさあ、それで皆さんお待たせいたしました。さあ、前回のアルバムはまさに まさに大ヒット。まさかこんな大ヒットが生まれるのかというぐらいの大ヒット、ミリオンセラーでございましたんですけども、期待される2曲目優先放送長いわ。せよ。優先放送ではもうどんどんかかっております、この曲。早速今日テレビ初出演、上園史郎さん、クリスタルの夜お願いしましょう。どうぞ。ルンバ。何や。ルンバや。会場でございますね。もうね、今日はね、あの10時ぐらいにね、このホール出ないとダメなんですって。そんな時間決まってる。いや決まってるんですよ、ここ10時までなんですって。ということは何それ、撤収含めて10時ってこと。いや分からないですけど、だからまあもう僕らもうそこそこに帰らないと。いやいや、ほんまごめんなさい。ホタルの光が流れることに。これな、あの、ほら、あのうちマネージャー何人かいますけど、うん、月村っているじゃないですか、うん、ちょっと頭おかしいんですけど、英語は喋れないけどね。月村ってほんま頭おかしいんですよ。いや、ここだけの話、ほんまおかしいんですよ、うん、でたまにね、一人で怒ってる時があるんですよ、うん、自分にブツブツ言ってんの。ブツブツ言うねん、うん、誰もまあそんなんあるやんか、うん、なんであそこでもっと怒りになったんかな、うん、俺もまだまだ未熟やなっていうことって、うん、まあ誰でもあるんですけど、うん、まあ、いいです。あいつ生実家英語は喋れるから、うん、英語で言うてる時があるんですよ。おー、それビーチュー。お前でかっこええな。めちゃめちゃ怖いで。でもかっこええやん。それでこの間なんか番組終わって打ち合わせ兼ねておでん屋がどこか行ったんですよ、うんうん、でそのおでん屋行ったらなんか車が止まってたんです、うん、で、洋さん前止まったから、うん、おいら車止められへんかったんですよ、はいはい、で、出て行こうとしてたらちょうどカップルがおったから、うん、ほっときゃええのに、うん、早く行けよって言うたんですよ、うん、ほんならそのカップルの男の方が降りてきて怒って、どういうことやねん、うん、な、うん、お前にそんなこと、これも当然ですよ、まあまあそうや、ガー文句言うて、ずーっと、ほんならもう今度月村は文句言われたら弱いタイプですか、うん、すいません謝ったもん、すいませんって言うてくれた。その後に岡本が来て、うん、まあチーフですから、はい、だからどないしたんやどないしたんや、うん、いう話になって、うん、このアベックの男が一向に引こうとしない。なるほど。ここも図に乗ってガー言うわけですよ、うん、で岡本はね、うん、なんとかせなあかんと、うん、この状況、うん、どうしたと思う、うん、岡本も痛いからな。岡本も痛いから。俺それ見てたよ、こうやって、うんうん、いやいや堂々と見たへんやん。このお話がどういう結末を迎えるんやろ。なんやこらーって岡本が急に切れ出したんや、うん、その男の方に殴ろう思ったんや、うん、月村バーン。うわーってなって、すいませんすいませんってなって、もうそのアベクの男もいやいやもういいよって言って、いや岡本うまいな。あ、そう。さ、逆に自分とこのやつガー殴ったらもうええわ、もうやめやって言えへん。それも全部あいつの計算なんかあんか。あの泣きぼくろやってくれたな。あ、そう。そう、もういいからもういいからってなって、今そのまま事なきを得た。原因は月村やけどね。昨日も CX 俺とスタジオ全部終わって廊下バーってフジテレビ歩いてたら、両サイドほらちょっと飛び出てるんですけど、バーって言ってたらガーンって言うから、何かもないな思ったら、うん、普通に歩いててそんなパネルに当たるとか、こんなんやん、うつさガーン当たってうー言うてるから、もう俺知らん顔してきたんやもん。ほんだ前方で岡本待ってて、岡本フンって言うてる。
らおかしいさあ帰りましょうか。なんで月村の話たっぷり聞けたよ。別に客は月村の話月村どんなやつか別にどうでもええねん。何ん何君は何君は何やねん。いや君は何。僕はダウンタウン。ああ、君は。いや僕もダウンタウン。あれ見たことないあ、ちょこちょこ見てるから。そうやろ。ああ、そうですね。結構テレビ出てんねんけど。あ、テレビ出てる。出てる出てる。そうですか。へえ。いや今日もいい格好してますね。いや君のネクタイには負けます。それちょっとなんかワイルドさ出してるわけ。こうちょっとこう緩めて、こうポケットこういう感じ。ちょっと武将ひげで。ワイルドさを出そうと思って出るもんじゃないですよ。それは内面的から自然に出てくるもんですから。うわあ、そうなんや、うん、最近ちょっとピチってるズボンは気に入ってんねや。昔はなんか、うん、なんか窮屈や窮屈や言ってたのに、最近結構文句言わんと履いてるね。いや、っていうか今これがファッションやから。あ、それをいち早く取り入れてるわけ。もちろんや、やっぱおしゃれにはな。うん、あ、そうなんや。ああ、こう行くわけや。ないない。やんのかい。まあ、こんなこと言うといたら。はがき行きましょうかね。はい。はがき出してください。松本さんはよく浜田さんの脇が臭い臭いって言って。なんでやねん。よく言うてるか、そんなもん。一体どんな匂いがするのか教えてください。これ多分浜田君のファンやと思うんで。ちょっと待って、はい、俺脇がちゃうで。っていうか脇が程度のもんではない。脇臭いのに脇が異常のもんなんかないやろがい。まあまあ皆さん、ちょっとそうですね、目を一回閉じて自分が思い当たる一番臭いものを頭に思い浮かべてください。いいですか。浮かべましたか。浮かべましたね。それの45倍と思ってた。絶対そういう思ってた。絶対倍でくるやろ。それが浜田の脇です。どうぞよろしく。いや違うわ。俺の脇に代わりに挨拶されてる。よく臭いって言ってますけどって、こいつ勝手に言ってるだけやんけ。ここでお前が俺の脇臭いなんか言うたことあるか。いや、ありますよそれは。臭い。ばっかりやな。相方にそんなこと言われたら。私ね、脳の一部分に常にこいつ脇臭いなって。いや、お前ちゃんと言うてよ。ちょっと待てよ。脇あげたらこの顔ない。ちょ、まんまオーバーアクションすなっちゅうねん。いや、それは言うてやめよ。横へやっただけやんけ。そっちまで行くんかよお前。そのダメですよほんまに。お前な、ほんまなみたいになってんの。お前見たことあんのか。もうお前いかがなのな。これもまた同じような浜田を傷つける。あれ今度ね、今度どこが臭いね。息が臭い人に傷つけずに教えてあげる方法を教えてください。ああ、なるほどね。さ、面と向かって言われへんわ。はい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 。お前ちょっとって。まあそうですよね、うん、君の場合どうすんの傷つけんと。あのね、こう人間にはね、うん、耳には入らないぐらいの超音波っていうやつですよ、うんうん、もっとそのキーンの上なんですよ。たまにいるじゃないですか、その超音波で笑ってるやつ。上あこの時キーンって言ってますから、はいはいはい、イルカとか集まってきてますから。もし近くにいればね。それの
をもうちょい低音半音下、はい、わかります、はい、聞こえるか聞こえないかぐらいの潜在意識のところにそれを教えてやるわけですよ。例えばこう会話してるわけですよ、うん、お前今日よ、昨日の夜何食べた。いや会話してくれなあかんわ。喋れって言う。そうそうそう、教えてる。そう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 、お前昨日夜何食べた。カレー食べた。お前カレー好きやな。いきっさいちゃうんかお前。いやそれは傷つくで。はっきり言うたよ今。いや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 、もうかなり、いや思いっきり聞こえたね。いやちょっと不愉快やな。そんな教え方されたら。あ、もうちょいちっちゃく。好きな番組とか最近ドラマとかそんなん読む。うん、真っ昼間は面白いね。まあ今のはあんまり聞き取られない。聞き取られ、うん、でも聞き取れなかったらダメなんですよ。あ、そうやったらあかんねや。それはダメです。だって気づけへんもん。なんか言うてるなしかね。そうなんです。さっきとさっきの間なんです。買い物とかよう行く。まあ、たまに行くけどね。大丈夫かって言われますよ。なんで。くせえで。それほんまにちゃんと聞こえたら殴られる。1回目のエッチが終わった後どうすれば2回目に行けるのですか。知らんなよ。そんなもん別に。いやだから1回目終わってはーって、例えば休憩かなんかしてタバコ吸って、うん、もう1回チャレンジするときどういうふうにしたらいいねやっていうことでしょ。スムーズに行くにはみたいなことでしょ。でもどうしてんのお前は。え、タバコは吸う。一回終わったらまあ吸うでしょうね。かなりの激しかったですから吸うでしょうね。もう汗ダラダラや。そう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 、もちろん僕はタバコ吸って、だいたいズブロッカー。何。いやもういいから。君はどうしてんのよ。だからいやいや、だからタバコ吸う。その時女、そのブサイクな女は何してんの。そのブサイクな女は、うん、まあ横で寝てんねやろな。うわブサイクやな。ちょっと待て。寝てるだけやんけ。まあ寝てますね。こうどうするんですか。一番スムーズなのはこうじゃないですか。横で寝てて、はい、まあタバコ吸いますわね。うん、はい、ね、はい、こういますわね、うん、はい、もうその時君はもうすっぱだかですか。一回終わって綺麗に服着るやつおるか。いや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 、綺麗に服着んでもええけどもパンツ一丁とかあるじゃないですか。まあすっぱだかでいいですよ。かっこええなお前は。ちょっと半立ちですわ。うわパピオンやなお前。パピオンは何。褒め言葉褒め言葉褒め言葉、はい、喜んでええねん。称号ありがとう、はい、こうあるわね、はいはいはい、でね、はい、灰皿こっちに置いとくんですよ。タバコはパッと取れる位置。はい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 。はぁ、あ、そうは違うわ。お前なそういうことをするからちゃんと消えてなかって火事になったりすんねんね。違う意味で二人は燃えたりすんねんね。飽きませんか。あらあかんってよお前。お前はほんま分かってないな。いやほんまそう。悪いやろ、はい、タバコこう吸うやろ、はい、先は良かった。怖い。違う、自分をもっと大切にせなあかんよ。なんでそんな挙動不審やねん。俺のこと好きやねんぞこいつ。あ、俺はな。そうそうそう。あ、俺は今お前のぶっさくな女なんや。終電なんて俺。うん。いやいや、運やないか。うん、11時53分。11時53分。2回目やろうや。
女の人の笑い方はいつ頃境におばさん笑いになるのですか。例えば若い人、うん、10代20代ぐらいなら、うん、ってなるじゃないですか。それが60ぐらいになってくると、うん、ドリフ大爆笑みたいにわーってなる。60までいけやろ、もう40でなるやろ。そうか、40でわーってなる、うん、それどこの境にかっていう。ほんだ40って言うてやん。じゃあ境が40じゃん。もう40の時はわーってなってるやんか。はい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 。だからどこからか、例えば30歳の時に、うん、って言ってたやつが、うん、10年後の40でわーってなるわけですよ。ということは一個一個探っていったら分かるわけです。ほう、ね、うん、例えば30で、うんうん、31、うん、はいはい、32ぐらいになってくると、うん、いやそれどこが違うの。ちょっとずつ変わってきてる。あ、変わってきてんねん、はい、微妙なとこあるねん、はいはい、33になると、はいはいはい、32は32 33 あんま変わってない。で34になってくると、ここやポイントは、これ34ですよ。いいですか皆さん、34、はい、いきますよ。34は一緒やねん。長いな。35やわ。35、まあお客さん聞いといて、35いきますよ、はい、一緒やねん。もうここまで。そりゃそう、そんなしつこいしつこい、同じような笑い方続くわけない。36、36、まあ聞いといて、まあ聞いといて。笑いも少なくなってきてる。ここが我慢のしどころ、ここが我慢のしどころ。これはしゃあない、これはしゃあない。ぼちぼちまたこうブーメランのように笑いが返ってくる。返ってくるよ。37です。37いっときましょう。まあ聞いといて、はい。38、ちょっとやばいかな、まあ聞いといて。いいですか。38、何をしとんの。急変やな。まあ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 、ちょっと前ですみたいな。今日まあ初めてのコールでね。そうですね、普段ここね、はい、みんなこう総立ちらしいんですよ。なんで。いやほんまはここでなんか。アホがやっとんの。でそれここでアホがわーって普段やってるらしいんですよ。アホですよねあいつらって。なんでこんなのかこの人とね。全身でこうやってですよ。私まあいろいろ研究。まあ今は過去いろいろ研究されてますから。どんな研究していたか君分かってるか。本当に全然遺伝子工学最近では結局か解決せへんかったやないか。もうまた新しい研究が。じゃあどういう研究。いやまあそれは言われへん。いやなんでやん。言いたいから言うたんやろ。どういう研究か、はいはい、コメディアンについていろいろ研究させていただいて。なるほど。あ、これは興味深いですね。これはすごい研究ですよ。だから何やねん。言わなわかんない。言わなわかんのかい。研究の結果を言わなわかんのかい。言わないかんのかい。言わなふわーってお前面白い動きやね。流行るわ。いや何が流行ってんの。流行るはずやわ。いやだから何が流行ってんねん。ファッションリーダー言われるわ。どうですか。これは本当にあの皆さんね、研究の成果を笑わないかもわからない。もう納得してしまって、もうすごいなっていう。ああそうですか。じゃあ教えて。売れるコメディアン、はいはいはい、売れるコメディアン、まあ、あの生命判断に近いもんなんですけども、売れるコメディアンっていうのは死、はいはい、がついてる。どういうこと。死ってのはどういうこと。名前に死が絶対つくん。何を言うとないの。ちょっと待って、そらそうやろ、お前ひとしやもん。
そんなお前次元の低いことを言うな。血がついてる人しやないかい。俺だけじゃないねんって。売れてる人には絶対血がつくんです。これもう間違いないんですよ。なんでこんな簡単なこと今まで気づかなかったのか。他誰おんねん。まあまあ私等しいです。まあこれはねもうあんなんでしょ。もう分かりきってることですよ。やかましいわ。で浜田雅俊ですね。ああ僕も血ついてる。血ついてるんですよ。まあまあまあええやん。ここまでかもわからんのさあ何でも聞いてくれ。いやだから他誰おんねん。この人はどうやねん。まあ考えてみようか。ああいや他誰がおんの。明石家さんまですね。あそういう中途半端なとこでもいい。なんで中途半端やねん。少しとか雅俊って言ったらキリええけど明石家さんまって。まあまあその考察もあんのよ。ああその死がどこに来るかっていう。そうでしょ。あともあとまたあとあとこうどん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 枝分かれしていくんです。ああああああまあ今は死についてはいわかりました。島田紳助っていうのいますね。あまあまあいますね。どんどんいますね。たけしさんもそうです。たけしさんもそうですね。あと誰います。所ジョージもどんどん GC が出てくる。ちょっとそれ G でもいいってこと。 G もちろん G でもいいですよ。最初に言うてくれんと。君 CC 言うから。いやまあ C は G じゃないですよ。いやなんでやねん。それで私この研究を途中で投げ出したくなったことがあった。これは一体何を言ってるの。はいはい違うじゃないか。違うじゃないか、うん、タモリさんはどうなるんだ。そんな研究ないと思ったんだ。森田和義本名はね。ああそうか。うえおっちゃんなんちゃん内村照義。それがいいですよ。相方さんは相方さんはどうなんの。そこでも僕はね、うん、それを気づいた時に、はい、何を言ってるんだと思ったわけ。なんちゃん入ってないやない。入ってないな。そんな研究あっかい、はい、思ったの。ほう待てよ。収まるの。何何相方さんだから。じゃあそこで僕が考えたのは、はいはい、コンビは、うん、まあ一人しかまあ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 いいんですよ。それはいい。ああそうなん。それはいいんですよ。コンビやったとしたらどっちかがそうそうそうなってそうそうなってればいいんですよ。ああそうです。ここもみんな収まるんですこれで。もうあとはもう何もないよ。えもうじゃああと G やなんやコンビがどうやって私いろいろ言いますけど、はいはい、もうないです。あいつはじゃあどうでもええねん。まあまあじゃあ冗談きついわ。誰か連れてて死についてやつおれへんか。いや売れてえヒロミ。えヒロミ B21 スペシャル。神岡龍太郎。あ、いいこと言うね。神岡龍太郎って神岡龍太郎師匠のこと。お前名前にって言うたやないか。名前にって。名前は神岡龍太郎。でもほら師匠って言われるようになってあの人がって言ったらしい。おかしいな。全部ついてるんですよ。他誰かおれへんのかい。え売れてないって言うやん。まあまあちゃん冗談きついから。お前一人で何出たやと。いやでしょほらもうみんな完膚なきまでにやられてるやろ。いや思い出せよ。え大竹誠シティボーイズ。ドリフターズ行きましょうか。ドリフターズ。ドリフターズね。まあいきなりあるやん。もう志村けんねもう間違いないわけですよ。中本浩二。中本。加藤。高木ブー。もうついてないのはわかるでしょ。そんな加藤ちゃんはどうなんだよ。加藤ちゃんでございますよ。
名前とちゃうやんけ。いやいや大笑いされても名前全然関係ない。ほんま冗談きついわこの。まあまあ本的に。だ俺の研究は、まあ、この先もどんどんいろんな分野に発展していく。ワイルドやな。途中でワイルドやな。こう来るか。ああ入れてるね。そうそう、ほんでネクタイのところにそれピンマイクつけるな。ああ。ああ。ふにゃふにゃや。動いてない動いてない。おお。切んのかい。なんだこれはパターンやから。昨日ほらあの CX あのゴッツーの鳥やってる時にほら武田鉄矢さん来てたじゃないですか。はい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 。でも肩もカチカチやったから、うん、スタッフに肩もんで持ってたんですよ。でパッと見たらおったからあおだす。肩もましてるんだ。なあ、お前ほんま気ぃつけた方がええねん。なんでや。お前はもう日常のことやから全然感じんかもしれんけど、ね、第三者的に立場で見たらうわーって肩回してあーあーでそんなんなんでやねん。待てよ。あーあーしゃべるな。さあの今日のゲストなんだよ。あー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 喋れ。あんあんあん喋れ。ああいうのがそりゃおいらはもうよう見てるからええけど、そりゃ知らんもんが見たらすっごい偉そうやねんて。だから俺らどっかの店とか行くやろ、まあ何ディスコとか、まあ最近も行けへんけど行って、みんなこうやって座るやんか。あんな椅子って低いし、ほなみんなはみんなはいいんですよ。おいらみたいなタレントがこう座ってるとね、こないだ松本が来てて偉そうやったって言われるな。ただ両手があかんのじゃんか。これはでもすぐやろ。ちょっと近所行く時とかこんなんお前撃たれるで。本人はそんな気ないんやけどな。でそうやねんね、うん、ほんまに頭痛いからさ肩凝って揉んで持つわけ。まあ俺お前のその肩凝ってるっていうのは基本的に一切信じてないんやけどなんでやん。ん本人が肩こってみて。ああもういいって。いやいやいや触ってみ。結局ね触ってみ。いやいやまあまあ触れ。いやもうええから。いやもう揉んでるやないか。ぜんざいの混ぜるな危険と書いてあるやつを混ぜるとどうなるのか教えて。教えてください。えそどうさはっきり喋れ。売れへんのお前そんなの。声出していこう。塩素と酸素。塩素と酸素ね。そう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 。自分今分かったんやろ。洗剤は、はい、洗剤は塩素なんですよ。酸素なんですよ。酸素なんで洗剤が酸素やん。前がちゃんと言えんか。前がちゃんと言えんから、お母さんお父さん怒られたよ。とりあえず、はい、そんなことはいいです、いいんですか。もちろん私何でも体験してますし。混ぜるな危険や言うのにやったことあるってこと。全部体験。おとついゴマから帰ってきたところですから。一緒に私のお気に入りのスキャンティーを入れてます。わかりました。これ固定になってるなかなか取れない。あ、染み付きパンツ。染み付きパンツ、はい、恥ずかしいひとしの染み付きパンツ、はい、それは恥ずかしいでしょう。親からもらったひとしの染み付きパンツ。なんで親が染み付きパンツお前に言うの。親からもらった生命が生み出したる染み付きパンツ。そういう風に言うてもらわんと親からもらった染み付きパンツって偉い親やな思うじゃないですか。親からもらった真っ赤なボディどこが赤いの。はい、いつも
パンツを、はい、入れました、はい、洗剤入れました、それで混ぜるのは危険なのに、はい、これを入れました。私爆発すると思いました。何を入れたんですか。じゃあだからそれを入れました。混ぜるのは危険と言われてるものを入れました。あ、はい、もうそれでいいです、はいはい、入れました。私爆発すると思いました。おお、爆発しなかった。爆発はしなかった、はい、でも、はい、どういう現象が起こったんですか。さあ、そうです。まさにこの後予想もつかんできない。この時俺は知る由もなかった。いや、もう分かってるし早言うて。何でしょう、いや考えんでも見たんやひとしの染みたパンツがそれを入れたことによって、はい、キャミソールになっていました。マジックですね。松本さんは歌ってもグッド、踊ってもグッド、そして何よりも顔もグッド、なのにどうしてジャニーズじゃないんですか。俺聞いとくわ、うん、ジャニーズに行く気はなかったよ。あのね、僕はほら、まあ、真剣に答えるよ。